じゃあこんにちは。はい、さあいよいよ開幕もね、はい、直前ということで迫ってまいりましたけれども、うん、はい、そんな直前、はい、ね、皆さんワクワクしてると思うんですが、おっとっと、おっとっと、危機管理は大丈夫ですか？まあそうだな、そういう時こそです。まあ危機管理は誰しもやって、どのチームもやってるとは思うけどもね、はい、でやっぱりね、よし今年はできるぜみたいな、うん、ポジティブからなかなか入らない。やっぱ指揮官とかね、はい、監督とか、まあ、コーチ陣もそうかな、うん、やっぱマイナス思考から大体入るケースが多いよ。ああなったらこうしよう、こうなったらどうしようとか、うん、まあそういうことなんだよね、うん、でも選手に伝えるのはポジティブな、お前だったらできるみたいな、もちろんもちろん、まあそのできるっていうのを伝えるかどうかっていうのはね、どうかわからないけども、はい、いやできるよっていう方がいいだろうね、伝えるとしたらね。首脳陣とかコーチ陣はやっぱ危機管理を持って臨まないと足元を救われる、はい、そうだね、ということですね。まあひょっとしたらね、うん、こうなった時、こうなっちゃったって、そこから考えるんじゃなくて、はい、やっぱり初めから考えておくというね、うん、はい、というわけで今回は豊さんに、はい、開幕直前、はい、各球団ここには気をつけろよというポイントを言っていただきます。まあね、大前提が迷いから、うん、ね、はい、負の連鎖というか、はい、が始まると思うんだよ、うん、じゃ迷いはやっぱまず全球団捨てなきゃだめだよね。まずはそこからです。ここっていうのを信じないと、はいね、だから信じるものはずっと続けていかないとね、うんうん、だからやっぱ開幕王だっていうのはすごく大事だし、はい、やっぱそこからなんていうの、変更を余儀なくされていくっていうのは、うん、なかなかこう選手の伝わってくる側もさ、はい、なんだよって思う、だからそのなんだよって思うことがなんかこう足並みが揃わなくなってくるっていうことがあるからね、はい、だからよーくやっぱりミーティングをしてほしいなと思う。まずはミーティングをする、はい、そして各チームのやっぱ課題、はい、注意すべき点っていうのはそれぞれ違うと思うんですが、はい、まずは阪神、まあ阪神はとにかく怪我人なら、うん、怪我人でバタバタ間に合わすのか、はい、まあそれともやっぱここは歯をくしばって我慢して長期の離脱を避けるようにしっかり直させるの、うん、ここら辺は見切り発車じゃなくて、いややりながら直せじゃなくて、やっぱしっかり長いから、はい、しっかり直せるかどうか、うん、っていうことと、やっぱ中継ぎだよね。まあ中継ぎそうですよね、うん、まあ抑えはゲラって決まってて、はい、おそらく投げれる、うん、で岩崎も投げれる、はい、ただその先発から引き継いだこの中の人間を誰を使っていくのか、まあこういうことはしっかりね、昨年とはガラッと違うような、そんな感じになってくるかなという感じがするよね。そうですね、オープン戦終わってからの岡田監督の言葉で、やっぱり島本投手、石井投手不安、まあ一方で例えば岡留投手、その岩崎投手、ゲラ投手はいいよねっていうところがあって、うん、あと、まあ、浜地選手であったりとか桐敷選手であったりとか、まあ、湯浅投手、梶谷投手とか、その辺りはじゃあどうなんだとか、うん、ちょっと、まあ、不安というか、まあこの4日間ゲームがない4日間で調整ができているのかと、まあ、その代わりに門別入れるというね。そうなんですよね、まあ、一旦ちょっと、うん、そうだね、まあ、門別っていうのは会話的にも多分できると思うんだよね、はい、だからまあそこら辺で最初はしのいでいくのかなっていう感じがするけども、うん、やっぱそこら辺の整備はしっかりしないと、やっぱどんどん苦しくなる一方だからね、はい、うん、だからそこら辺はまあ課題として、うん、持っておかなきゃいけないなって思うね。はい、で先ほどそのやっぱ怪我人が出たと、まあ、大山選手、森下選手、近本選手あたりが、はい、まあ、そういった選手を強行で生かせるのか、それとも例えば糸原選手だったりとか、うん、そういった選手代わりの選手を出すのかとか。そうだね、まあそこら辺の見極めっていうのがね、スタートだから本当にベストで臨みたいとは思うだろうけども、まあここら辺はやっぱりしっかりね直して、まあ長引かない方がまあ得策だなというふうには思うけどもね。そうですね、はい、やっぱりね、オープン戦でも、まあ、最下位でしたけれども、岡田監督はいやいやオープン戦成績入んないよっておっしゃってましたけど、まあまあ、やっぱり少しは不安っていうのは。でも状態のいいチームっていうのは絶対勝てるんだよ、うんうん、だからやっぱり状態が悪いから負けるんであってね、はい、うん、だからそれは勝ちにいってないよっていうのはやっぱ強がりかなっていうふうに思う、うん、ただ力のあるチームだけにね、はい、みんながこう気持ちがスパッと固まった時に、うん、まあどういう力を発揮してくれるかそうですね。さあ続いてカープです。カープ。はい。あ、すみません。去年の順位表の方に出ました。はい。豊さんの最終順位が入ってなかったです。カープね。はい。カープっていうのはやっぱこう軸を決めようとして打線の中の、はい、なかなか決まらなかったという。で誰にする、4番を誰にする。っていうことのもまだ課題は引きずってるし、はい、でピッチャーで言えば2戦目の森下が外れたということでちょっとモチベーションが高くは入れないんだよね。よし開幕だ、よし行くぞみたいな、よしみんなでやるぞって、真ん中柱がないぞみたいな、そんな形にはなってるからやっぱ指揮とすればすごく下がるかもわかんない、はい、でそれをやっぱ新井監督が指揮を高める、言葉を発せれるかどうか、はい、みんなの心を打てるかどうか。こういうところはすごく指揮官として大事なところに差し掛かってるな。あとはその4番を、なかなかオープン戦で率を残せなかった外国人でもう開幕も行くのか、それともスパッと変えて、広島のやり方っていうのはさ、外国人取ったら 100試合、いや100打席、ここら辺は見ようとする傾向があるんだよね。でもオープン戦見てるとそこまで行ってたらやっぱチーム全体が沈んでしまうんじゃないかなっていう危機感がある。だからそこをどう判断する、これが4月3月4月の重要なポイントにはなってくる。いやこれは大きなポイントになってくる。豊さんだったらもう思い切ってズバッと4番誰にするとか、そういうのってあります？もし新井監督みたいな指揮官だったら。いや今のところこう4番って急に言われてもあれだけども、坂倉とか堂林とか、小園はね 1、2、3のどっかを打たしたいよね。でピッチャーが弱いってなるともうバントなんか捨てて、2番に置いて小園頼む、チャンス広げてくれみたいな、そんな形で使うとは思うけども、だから、ここら辺のそのモチベーションをぐっと上げないとやっぱ課題がみんなも課題だというふうに思ってて、で西海岸抜けて1枚足りないみたいな形で、みんな思ってたし、そこに田村っていうのが入ってきたけども、でもみんなの士気を高められるかどうかだな。そこですね。さあ DeNA です。 DeNA な DeNA はもう上がり目しかないんだけども、やってみなきゃわからない。ただこの危機管理だよ本当に。このチームはこれがダメだったらこれ、これがダメだったらこれって考えとかないと、これ単純に思うでしょ、例えば渡来がダメだったら桑原関根がいるみたいな、いやそれじゃダメなんだよ。いるだけじゃやっぱりここと会話をしとかないとさ、その例えば桑原選手だから渡来は使うんだったらほっといてもいいけど、ほっとかれる選手はやっぱ手厚くフォローしとかないとやっぱ働きにくいっていうことだよ。だってルーキーの代わりは俺らは行くのかみたいな、そうやって思われたらもう力発揮できないから、だからそこら辺がやっぱこう手法としてあるよね、やっぱ出れない人ほど手厚くケアしとくっていうこと、だからそれはやっぱ新旧交代の時にやっぱ大事なことなんだよね。モチベーションですよね。モチベーションだよね、だからオースティンが最初はスタートするかもわからん、でも途中でね、また例年のごとくいなくなる可能性だってある、その時にじゃあどうするかとか、もういろんなことは考えておかない。あとはそのやっぱオープン戦走れた、あれだけ盗塁の数いけた、これはどうですか？そのままやっぱ継続しないと、なんかオープン戦何だったんだよって、あの際は何だったんだよって思うよね。いやだからやっぱ継続は必要だと思う。ただ石井拓が、一塁コーチにいるんで。そこら辺は一塁ランナーにすごくアドバイスを送ってると思うよ、走れるように。だからそこら辺は心配ないんだけども、やっぱこう誰が出ていくのか、例えば石上が出る、渡来が出る、梶原が出る、昨年までスタートを切ってない選手が3人いるとしたら、他に残されてる人間っていうのはベンチに座ってるわけだよね、その3人っていうのは面白くないわけよ、何にも。そうでしょ、普通に考えたら。そのケアをどうしておくかっていうことがやっぱチームをこううまく運用できる、動かせる、一つの方法となるからね、だからここら辺はやっぱこう心遣いを細やかにやってほしいなと思うね。さあ巨人です。まあ、巨人はやっぱこのスタートのメンバーだよね、はい、で俺は一番心配してるのは岡本、坂本、小戸は、はい、小戸はこれにつながっている時に坂本が間に入ってるでしょ、はい、坂本がやっぱこう岡本が打てない時に、うん、岡本と勝負したいがためのここに坂本という金看板を張ったよね、はい、小戸はが打てないと、うん、坂本が無理するんだよ。無理して打ちに行くんだよ。やっぱ彼はそこまでやっぱバランスを考えてるよ。でオープン戦でも見てたら、無理して打ちに行ってんだ、次が小戸和だからかなとかいろいろ考えさせられるんだよ。だからスタートを切るときに小戸和は吉川だったんだよ。逆に言えば俺は坂本の後ろに吉川、小戸和だったら坂本もちゃんとフォアボールを取っていける、吉川がなんとかしろって、はい、お前だったらできるみたいな、うん、でも新外国人だったらやっぱ環境も変わりピッチャーも全くまだ最初わからないわけじゃない、うん、だからここら辺の当て方っていうのはすごく難しいと思うし、はい、だからそこはやっぱ十分考えておいてほしいなと、間違えちゃいけないなってところですよね。じゃないと坂本が死ぬ、坂本が死ぬということは、ね、岡本も死んでしまう。打線みんな死んでしまうことになります。だからその打順の流れを考えた時には、俺は調子が上がってくるまでは坂本と話した方がいいと。あとはどこまでその調子が上がってくるのを、例えば小戸和選手すぐ打てばいいんですけど、打たなかったらどこまで待つのか。なかなか待てないよね、うん、勝負だから、うんうん、そうなった時のスパッと変える、まあまあフリーバッティングとかも見てるし、なんていうのかな、その自分の勘だな、うん、目だな、うん、それを信じて、あ、今日は絶対打てるっていうふうに、まあ、予告先発だから、はい、あ、このピッチャーだったら小戸は打てる、うん、まあ、それを信じるか、うん、どうかだよね、うんうん、だからそれを間違いないようにしないと、はい、うん、じゃないと打線が流れなくなる。ちょっと一つ小戸和がポイントになりそうですね。まあ大ポイントだよ、うん、だから坂本が生きて岡本が生きるか、うん、でも2人とも殺すには後ろに誰を置くのか、うん、そういうことになってきてるから、はい、だからそこら辺は十分こうスタートを切るときに、まあ、考え抜いてほしいなと思うね、はい、ヤクルトです、まあ、ヤクルトはもうピッチャーだな、はい、ただヤクルトはもうはっきりしてる。やっぱピッチャーがいないところっていうのはやっぱリスクを伴ってつぎ込んでも、うん、勝てないんだよね。ということは最小限にリスクを抑えて戦っていくという、うん、勝てる時には全部つぎ込んでいいけど、はい、あ、これはダメだと思った時にはやっぱもう引く、リスクを伴わない、はい、もう力を温存して次に蓄えておく、うん、やっぱそういう見極めが今年はすごく大切かなと思うよ、うん、打ってくれるけどそれと同様に俺は吐き出すんじゃないかと思ってるから、あ、そうか、ピッチャーたちは、うん、だからその相手の戦力だとか相手の状態、うちの状態、それを見極めてやっぱり引く時には引く、行く時には行く、このメリハリがすごく大事なことだな、うん。あとは、まあ、昨シーズンちょっと塩見選手が怪我だったので、はいはい、やっぱり塩見選手の怪我っていうのもなかなか怖いなと思っちゃうんですよね。ただ怪我は怖がっててもさ、そうか、誰でもそうですよね。まあまあしょうがないから、これはもう仕方ないことなんだよね。だから引くか押すか、この見極めっていうのは指揮官は大事だと思う。なるほど。中日です、はい、中日はすごく選手も守備もそこ良くなってきた、でみんなのオープン戦の戦う姿、そういうのを見ててもやっぱり昨年とは全然違う、一昨年とは全く違う、はい、こう戦える集団になってきてるよ、うん、ただし今年一番大切なのはチーム全体としてスタートダッシュなの。そのための目標の立て方だよ、うん、例えば1ヶ月単位で2週間単位でここは1つの貯金は絶対作るぞとか、うん、だからチームとしての目標を与えるというか、そういうことが俺は大事かなっていう、うん、で4月はトータル3つ貯金しようって、うん、ね、で、まあ、夏場苦しい時、ね、これはもう5割でいこうとか、はい、でトータル的に最終的にゴール切るのに12から15を作ろうって、うん、そのためには4月はいくつ絶対いるからなっていう、逆算しての計画的にっていうことですね。それとやっぱり1ヶ月という時間の単位を与えて、はい、絶対ここでいくぞ。でこれが達成できなかったら5月ね、4月で出てこないのができなかったのを1つ増やすぞって5月なって、うん、だから1年間トータル的な計画を出して戦わせるっていう。ただ今日勝ちました、明日勝ちました、その次負けましたとかそういうことではなくてってことですよね。そうそう。絶対この月はこれだけの貯金をしようってみんなで、みんなの力が必要だっていう。いやだからそのやっぱミーティングはすごく重要になってきますね。いや大切大切。だから片岡ヘッドとね話す機会があって、片岡ヘッドっていうのはもう心に訴えかけることも多いことが分かってるんだよね。だから気持ちを伝えるというかさ、気持ちで何でもできないって思うけども、やっぱ気持ちがやっぱ動かないとやっぱ技術に到達しないからさ、はい、だから絶対できるから、なんていうの、ここは踏ん張ってあれしようとか、うん、例えば一つ負け越しで31日を迎えたって、で今年の今月の目標は5割だったろうって、はい、今日の試合は絶対負けられないよって、うん、やっぱね節目の節目の試合を作っていって経験させるって、はい、それがクリアになってくると自信になるからチームの、うん、そしたら終わった時には相当な成績が残るはずなんで、はい、うん、そのメンバーも揃ってるし、だからそうやって今年はしてほしいなと思う。そうです。だから直近の具体的な目標を持ちつつ、うん、試合に臨んでいくっていうことになりますね。そうだからそれがやっぱチームを一つにすることだし、うん、昨年までは申し訳ないけどちょっとバラバラ感があったけど、はい、でも今年は戦う集団としてなんか備わってきた気持ちもね、うんうん、ここだよやっぱ強くするには、うん、だからそれをやっぱこうやってほしいなと思う。だから逆に言うとそれができないとなかなかまた難しいことになる。いやもうへこたれたらだだから4月仮に負け越したとしてもいいか、この負け越した分は5月に取り戻すからって、だからもっとみんな執着しろって、うん、勝負に対してっていうふうにもうどんどん押し上げて、できるでいかないと、はい、うん、そしたらできるから、うんうん、だから頑張ってほしいと思うな。そうですね、はい、さあ続いてパ・リーグですけれども、はい、オリックス、まあ、オリックスは見極め、野手はね俺ほっといてもある程度競争しながら、うん、オープン戦の成績を見ててもある程度やってくれると思う、はい、それとやっぱり100通りの打順とかさ、はい、打線とか言われてるけど、誰をどこに設置しても使っても多分おそらくやってくれると思うんだよね、はい、ただ俺はちょっと金属疲労が来てんじゃないかなっていう、中継ぎに対して、はい、でもその最初はその名前とか、うん、そういうので多分使っていくかもわからないけども、昨年の実績とかね、だけどこれはね見極めが大切だなっていうふうに思うよ。うん、じゃないと失敗する可能性がある。その中継ぎ陣のいい悪いの見極めっていうことですよね。だよね。あとはやっぱこう抑えの平野が、はい、やっぱ年齢からくることもあり、まあ誰を登板型にならないように置いとくのかっていう、まあこれはできてるとは思うけど、うん、だから金属肥料からくるね、まあ中継ぎ陣。はい、まあ抑えも含めてだけども、だからそれをどう構築していくか、まあこれが一つの課題だな。先発はねある程度ね任せてもある程度投げれる人間っていうのはいると思うけども、じゃあ中継ぎをどうするか、まあ山崎颯一郎も宇田川もちょっと遅れるみたいだから、はい、だからここら辺のその見極め、だからすごく大切だなっていうふうには思うね。そうですね、はい、さあ続いてロッテです。ロッテないろいろやっぱ課題があるな、まあ言ってた、まあ、しわ寄せだったりとかもたつきというか、そうだね、はい、上田清人がまあ2軍スタートになったりだとかはしてるけども、はい、まあどう点を取りたいのかっていうのがね、どう打順を組むのかとか、だから昨年もその中村奨吾がすごく悪かったんだよね、はい、でもまあずっと使い続けて3番とかね、続けて。まあ結果的にはもう成績は収められなくて、まあ今年はちょっと5番とか6番とか、まあそういうところを考えてるみたいだけども、やっぱ彼のバッティングでどうでも変わるというかさ、だからそんなところがあるんだよ、そこら辺の見極めと、やっぱベテランが多くなってきて、ベテランに頼らなきゃいけないところもあるんだけども、やっぱこう点の取り方っていうのがちょっと難しくなってきてるよね、特にオープン戦の結果見るとそうですよね、そうだね。あとはやっぱこうポランコの守備をどうするのかとか、本当に守備位置につけるのかとか、そうなんですよね、レフトで、だからそういうリスクを伴うことも多いし、山口も外野にいるわけでしょ、だから守備という面に関してちょっと不安な点は大きいよね、だから、ここら辺がやっぱ解消されて打線がつながるとすごくチームワークのいい、チームだけに、乗っていければいいけども、なかなかこうきっかけがつかめないというか、単発になってるというかね、そんな感じがするんだよね。だからそこら辺をどう一つにしていくのか、どうやったら点を取れるのか、一生懸命つないだものをポランコがポッカーン、外がポッカーンじゃさ、なんかこう気持ちが乗ってこないしね、そこでつないで1点取った1、3塁になったみたいなさ、そういう形でもなさそうだしな、だからここら辺をどういうふうに解消していくのかなっていうのはあるよね。いわゆる点が線にならないといけないところが今なんかちょっと点なのかなっていう、そうだな、そうですよね。かといってホームランがパカパカ出るチームじゃないしさ、もともと長打力不足って言われてるからさ、だからこの点の取り方をどうしていくのか、で増田をどうするのか、抑えでいいのかとか、いろいろあるよね、まだね、ちょっと課題、そうですね、課題ありますね。そしてソフトバンクです。ソフトバンクな、もうとにかく怪我人だよ。それと途中で出てきてしまう怪我人っていうことを、やっぱりね、栗原にしても三塁手をずっとやってたら、やっぱ相当な彼にとっての負担があるんだと思うよ、本来なら外野手なんだよね、でキャッチャーからコンバートされて、外野を守っててサードがいなくなったからサードって言うけどさ、やっぱ相当守備には俺は負担がかかってると思うよ。それが怪我につながったりとかもしてるし、だからしなければいいけども、柳田もそうでしょ、怪我がちにもなってきてるし、こんちゃんも去年あれだけやっぱ移籍1年目で力も入ってたと思うし、だから今年本当ね、昨年体が悲鳴を上げるぐらいに頑張ってたと思うんだよね、だからそれがやっぱ1年間持つのかとか、で山川だって1年間のブランクがあって今年、大丈夫かみたいなのがいろいろあって、だからちょっとそこら辺で勝手な不安なんだけども、でながら騙しながら、今宮もそうだよね、やらせなきゃいけないのかなっていう、その準備だよね。無理にもうマックスフルスロットでバントっていうことはしない方がいい。小久保監督のこう気質とすればさ、いやレギュラーは何があってもやっぱり試合に出なきゃいけないし、全試合やるのがレギュラーだっていう、一つの形持ってる監督だと思うんだよね、だからそれをやっぱ柔軟に考えられてね、戦力は落ちるとしても、そういうふうに使っていって1年間持たすのか、こういうことがやっぱりちょっと少しの鍵になってくると思うけどね。そうですよね、続いては西武。西武ね、西武はやっぱりいかに点取るかだよ、で昨年ね、まだいけるのにピッチャーを交代したことがあるんだよね、何試合か、彼らはそれで勝ち星を3つぐらい落としてんじゃないかなっていうケースがあるんだけども、やっぱ投手交代のタイミング、これはやっぱこう慎重に見極めなきゃいけないし、今年は甲斐野っていうのがね、ソフトバンクから入ってるから、そこら辺を信頼できるぐらいになったとしたら変えてもいいけど、でも西武のピッチャーって相当な力持ちだから、力があるから、だから例えばもう変えようと思った時には抑え直結でもいいかなっていうような、8回まで行ってもうそんな感じの力のあるピッチャーがいるんだよね。でも大体おそらく西武の試合展開っていうのは接戦になってくるよ、はい、まあそうなってくるとやっぱこう変えにくいとは思うけども、でも去年変えてかなり失敗してるんだよね、うん、だからそこら辺をどう見極めるのかっていうことと、あとはやっぱどう点を取るか、そこですね、うん、だからまあこれは水もんだからな、なかなかそう簡単にはいく作業ではないけども、やっぱ打順の組み方で流れが絶対できるっていう組み方ってあると思うんだよね、うん、だからそれを早く見つけ出すということ、うん、まあ一番誰を置くかわからないけども、俺のなんて記憶の中では外崎が1番の時の勝率は多分いいと思うんだよね。あ、じゃあ外崎選手1番に置いてっていう方が、うん何かいいチーム、いや1番が日替わりで変わるよりも、はい、1番はやっぱこう打線の顔として外崎が行くっていう方がなんか俺はね勝率が良かったような気がするんだよ、うん、だから打順の組み方ってすごく大事でね、うん、やっぱ流れるように、まあ、先ほども言った点にならない線になるような組み方ってあると思うんだよ、うんはい、だからそれをやったらある程度得点っていうのは取れていくのかなっていう、うん、まあ両外国人の、はい期待度も含めてね、うんうん、だからまあそこら辺が課題かな。はい、さあ楽天です、まあ、楽天は新旧交代のだからもう本当に今井監督のその使い方、采配の振り方、これはねすごくセンスがあると思うんだよね、うん、だあとはやっぱ我慢できるかどうかだからね、年寄りっていうのはね我慢するんだよしょうがねえなって、はい、だけど若いから一番若いから、うん、できないもんあってコロコロ変えたくなる、変える可能性があるんだよ、はい、いやだからそこら辺はやっぱ我慢を持ってね、うんまあ、成長させるためだとか、うん、そういうことを思って、うん、ね使い続けるのか、ね、途中で「お前もういい」ってやるのか、うん、これは大きな後になっての財産が減るのか増えるのか。まあこういうことになってくるだろうね。まずその目先だけじゃなくてその長期的なことを考えた時の起用の仕方っていう、うん、だから自分がやっぱ生え抜きではない、ロッテから移籍してる、やっぱこう監督を任された勝負だと、うん、でもチームの生え抜きってやっぱ将来的なチームのことも考えるんだけど、はい、やっぱ外様から来て、まあ、選手もやってるからね、うん、外様ではないとは思うけども、なんて言うんだろうな、やっぱ勝負って恥かきたくないって思うと、やっぱこうどんどんこう堂々巡りを始めるというかさ、はい、だから腰を据えてやるっていうことがやっぱ今年の楽天にとっては必要かなっていうふうには思うよね。今井監督ね、初就任の1年目なのでいい笑顔を持ってるけど、そうなんですよ、いや結構短期だと思うよそうなんですね、やっぱできないものに対しては、まあまあ勝負の世界は厳しいですよね。まあまあそうだな、はい、さあ最後日本ハムです。まあ日本ハムは、まあ、新庄監督、ある程度やっぱこう固定ということで戦うかなっていうふうに思ってるんだよね、はい、だから固定ができればある程度選手は働きやすくなるし、うん、力も出しやすいと思うんで、キャンプで話したのが万波に10試合俺何にも言わないと、うん、その中でお前の力を発揮してみろって10試合ずっと黙ってたんだって、はい、そしたら万波がああなったと、うん、だからその手法をおそらく取ってくると思うんだよね、うん、だから選手は10試合がポイントなの、そうですよね、うん、それで外される可能性もあるんですもんね。だからその中で結果を出せるっていう、うん、だから今キャッチャーとかねタミヤを使おうとしてる、うん、10試合じーっと我慢して、ああこれは使えると思ったらそこからまた我慢をする、うん、まあ水野も細川もそうだけど、はい、だけどこの10試合に漏れた選手っていうのは変わってくるという、だから新庄監督はおそらく今年はある程度固定で戦いたいっていうのは思ってるはずだよ、はい、で厳しい今年の、うん、そうですね、3年目でもう本当にコメントだって厳しいこと言ってる、うん、2軍でも成績が上がらないやつは上げないと、うん、で上がってきたってレギュラーじゃないよっても、うんうん、っていう厳しさを出してるんで、だからまあ課題というのは選手がその10試合に反応できるかどうかだよね。だからより自分で考えて野球をしないとその10試合の結果ではもちろん外されてしまうそうだねということですよね。だから特に下位打線ね、はい、下位打線が固定できれば、うん、上位打線にチャンスを持っていければ、うん、相当な得点力になると、はい、まあ、1番スティーブンソン、うん、2番松本剛、はい、3番万波に続く、ね、4番にマルティネス、はいね、5番に野村かレイエス、うん、もう本当破壊力満点だからどこからでもですね。だから7、8、9を誰を置くかによって、うん、得点力が全然俺は変わると思う。これ7、8、9も固定できるものなんですかね。いや、そうと思えば、理想はしたいよ。例えば昨年みたいに8番木浪、うん、いてくれたらもう大好きになるよ、うん、新庄監督がそうでしょうね。いや本当に、うん、だからやっぱ課題としては789これをどう配置するか、はい、誰を使っていくか、うん、まあこれにかかってるかなっていうふうに思うね。逆にここが本当に定まらないとダメだよっていうことですよね。やっぱ得点力は3分の2になる、うん、ああそう3分の1減るってことですね。もちろんだからまあここら辺が課題だな。そうですね。だから上に回したらスティーブンソンしぶといし、うん、松本剛なんか今年の首位打者候補だし、はい、だから万波がいる、ここはホームランで返せるみたいなことになってくると本当にいい打線になるから、そうですね、まあ7、8、9誰が打つかだな。そこは課題ですね、日本ハムの、はい、さあちょっとね、開幕直前ということで12チーム、はい、ね、どこに気をつけなきゃいけないっていうのも、もうそうだね、はい、上げてきましたけれども大変だよ、考えるのもこちらも大きなお世話なんだけどな特に何かがね、豊さんのご利益役として入ってくるわけないんですけれども、まあ参考にするところはしてほしいな。で、ファンの皆さんもね、そういったところをちょっと注目しながら見るのもいいかもしれないですね。はい、そして豊さん、はい、まあ開幕もうすぐということで、はい、まあ豊さんの今シーズンの3戦の振り返り、3連戦の振り返りもやります。始まります。お前簡単に言うけど大変なんだ。まあ頭が充血。大変な。もう看板やちいちゃんも大変だ。肩こりで。手が動かなくなるから看板やちいち途中でなんかねマッサージとか行かせてあげてくださいよ。本当にまあね、週に2回は必ず3連戦の振り返りというものもありますし、プラス毎月の監督総評、勝手にね監督を総評してるわけですけれども、でまた毎月の順位予想、1か月後の順位を予想して1か月後に振り返って当たってるのか何なのかというのもやっていきますし、また元のねシーズンの恒例の始まってきますね、動画がかな大変だよ大変ですね。もうそれ考えるとまあ大変だなと思うけど、でもファンの皆さんとね、そうですそうです、一緒に楽しんでいきたいし、プロ野球をね。そうなんですね。でまだチャンネル登録をされていない方はぜひこれを機にね、チャンネル登録をしていただき、いいねボタンも押していただき、皆さんも豊さんのこのチャンネル YouTube チャンネルのもう開幕直前にもなりますので、一緒にちょっと今年もプロ野球盛り上げていきましょう。まあ緊張感高まってきたよね。最後に、はい、いきましたか。はい。はい。